小松清は、福島県岩き市出身の元プロ野球選手、コーチ、プロスカウト。岩き市立小名浜第一中学校から、福島県立名古屋高等学校に入学。3年夏は、福島大会ベスト16。その後、東都大学リーグの国主館大学に進学し、下級生の頃から、ベンチ入りしたものの在学中は二部リーグで優勝もなく、 一年下の小島新次郎らに隠れて通算4勝に止まった。2004年に社会人野球の JR 九州に入社。都市対抗野球大会九州地区二次予選、準決勝の日産自動車九州戦で先発したが、序盤で打ち込まれて降板。秋の社会人野球日本選手権大会九州地区二次予選では、第2代表決定戦となった九州三菱自動車戦で、 三連投で本来の調子ではなかったエースの樋口達美をリリーフして代表権獲得に貢献した。2005年は樋口と町合賞の2人がプロ入りしてチームを抜け時速 140km 前後の速球と2種類のスライダーを武器に対等した。ジャバ四国大会では関東賞を受賞。第76回都市対抗野球大会九州予選では 1> 第1代表獲得に貢献する高等で MVP に選ばれた。本大会では初戦で三菱重工神戸にさよなら勝ち、準々決勝ではホンダに勝利。準決勝では日産自動車に敗れたものの69年ぶりの4、強入りを果たし優秀選手賞を受賞。社会人野球日本選手権大会九州予選でも勝ち抜き、本大会では 同年の都市対抗覇者、三菱不走川崎との2回戦で先発して5安打、9奪三振で完封勝利を挙げた。2006年は、吉田博之監督の手の内を隠す方針で、オープン戦にはほとんどを登板せず、ここ一番の試合に限定して起用された。その信頼に応えて、第77回都市対抗野球大会九州予選。 準決勝の日産自動車九州戦では1失点、関東第1代表決定戦の三菱重工、長崎戦では完封し、前年に引き続き本大会出場に貢献した。本大会では初戦の性能運輸戦で、ソロ本類第1点に抑えたものの打線の援護がなく、0から1で敗退。社会人野球日本選手権九州二次予選では、 初戦の三菱重工長崎戦で1失点完投。連投となった本田熊本戦では完投したもののに、本類打を打たれ3から5で敗戦。敗者復活2回戦の日産自動車九州戦では、リリーフとして当番し3連投となったが、さよなら本類打を打たれて代表権獲得はならなかった。しかし、 安定感のある投球が評価され、同年のプロ野球ドラフト会議でオリックスバファローズに希望枠で入団。2007年7月16日に中継ぎとしてプロ初登板。9月9日の対ソフトバンク戦でリードされた場面で登板し1回を無失点に抑えると、その後チームが逆転し、プロ初勝利。ウエスタンリーグでは26試合40回を投げて49奪三振。 防御率3.15の成績を残した。2008年は中継ぎとしてスタートしたが、先発に転向。4月9日の対ソフトバンク戦でプロ初先発し5回、1失点で先発初勝利。4月16日の同カードでは9回西まで1、失点の高頭で2勝目。聖波交流戦では、初戦の対広島東洋カープ戦。 二戦目の対東京をヤクルトスワローズ戦と連続個され、その後は中継ぎに回ったが、リーグ戦再開後は、先発に復帰。7月8日の対東北楽天ゴールデンイーグルス、戦では9回1失点で、初関東勝利を記録。7月28日の対西部戦以降は10試合に、先発して9勝負けなし、シーズン最終当番となった9月28日の対、 西武戦で3度目の関東勝利を挙げ、球団では1995年の平井静止以来13年ぶりとなる15勝目を記録した。パリーグ球団との対戦成績は15勝1敗、防御率2.09。また、チームが敗れた次の試合で11度先発し10勝1敗と、連敗を止める役割を果たした。クライマックスシリーズでは2戦目に先発したが、敗戦投手となり、 チームは敗退となった。シーズン終了後には記者投票171票中170票という圧倒的な得票で新人王を獲得。2009年は開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。韓国との第2ラウンド1位決定戦で2番手として登板し2回1、3を投げ、 無失点の5奪三振と完璧に抑え、勝利に貢献した。シーズンでは4月3日の対ソフトバンク戦で、初めて開幕投手を務めた。しかし、この試合で5回7失点と打ち込まれると、次の4月10日の対ロッテ戦でも5回途中6失点と打ち込まれ、翌日に2軍降格。4月24日の対日本ハム戦で1、軍復帰を果たすも、 7回途中で自己アーストの11失点。以後も調子が上がらず、交流戦序盤で2軍降格。7月15日の対ロッテ戦で2失点完投でシーズン初勝利を果たした。しかし、精裁を欠いた投球が多く、17試合で1勝9敗、防御率7.09と前年から大きく成績を落とした。2010年はキャンプに、 監督の岡田明信からリリーフ転向を命じられ、抑え候補にも挙げられていたが調整の遅れもあり、中継ぎとなる。開幕後はリリーフとして存在感を見せたが、岸田守が抑えに転向したことに伴い、交流戦から先発に転向し、5月13日のタイヤクルト戦で5回に失点で勝利を挙げるなど、交流戦中先発5試合で2勝2敗であった。交流戦後も、 先発として起用されたが打ち込まれる場面が目立つようになり、7月以降はわずか1勝を挙げるのみに終わる。そして、8月27日の対日本ハム戦、登板後に、右肋骨が疲労骨折していたことが判明し登録抹消、そのままシーズン終了を迎えた。最終成績は29試合登板し、防御率4.77であったが、そのうちリリーフでは16試合登板で、 防御率1.69だったのと対照的に、先発では13試合登板で、防御率5.51、4勝7敗であった。2011年は怪我で開幕を2軍で迎える。5月10日にロングリリーフ要員として1軍に昇格したが、その日の登板でわずか0回1、3を投げて、基本類打1を含む、被安打5の集中打で5失点を喫し、翌日に2軍落ち。 防御率は135.00だった。以降は一度も一軍に昇格をすることなくに、軍生活を送った。二軍ではチームで唯一規定等級回数に到達し、リーグ最多の98奪三振、防御率は3.02と、ウエスタンリーグ3位ながら、6勝7敗と今一つの、結果に終わった。この年、第一子となる長女が生まれた。 2012年7月8日 QVC マリンフィールドにて2012年も開幕を2軍で迎えたが、ファームでは当初抑えを務め、6月2日に1軍登録。しばらくはリリーフで登板を重ね、6月23日のタイ西部戦で3回無失点の高騰を見せると、同月25日の同カードでは2回裏西から、登板して4回1、3を無失点に抑え、 2010年7月31日楽天戦以来695日ぶりの白星を手にした。この高騰を受け7月1日の第ッテ戦から先発に転向途中3試合の救援登板も挟んだが8月11日の第ッテ戦で5回無失点に抑え742日ぶりの先発勝利を挙げた。しかし、 12試合のリリーフで1勝3ホールド、防御率2.21と高成績を残したのに対し、9度の先発では2勝5敗、防御率6.14と結果を残せず、2010年と同様の傾向を示す成績に終わった。2013年は中継ぎで敗戦処理としての起用が多く、27試合に登板したが、防御率4点台と安定感を欠いた。 2014年はさらに登板機会を減らし、わずか4試合の登板に終わった。2015年は終盤近くに1軍登録され、9月18日の楽天戦で延長10回に6番手として登板し、プロ初セーブを挙げた。だが2軍暮らしが長かったこともあり、登板は12試合にとどまった。2016年は開幕1軍入りするも、開幕第2戦のセーブ戦で3番手として、 当板したが勝ち越され、敗戦投手となり、その後二軍落ちした。六月に一軍昇格し、二試合登板するも、再度二軍落ちした。その後は出番に恵まれず今シーズン限りで、現役引退することを発表した。九月二十九日の楽天戦が、引退当板で先発し、先頭の島内博明に、右前安打を打たれ降板した。これにより十年間の現役生活に幕を下ろした。 2017年からオリックスの2軍投手コーチに就任した。11月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPBUS 単選抜の投手コーチを務める。2020年は一軍投手コーチを務めた。2021年からはスカウトに転身する。コーチ時代ヒーローインタビューではモノマネタレントである。 山本隆弘の、来たー。のモノマネをする。来た、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 来たー。と言ったり、右手を挙げた際、握り拳ではなく、ピースサインだったりなど、独自のアレンジが加えられている。2009年7月、元タレントの上条瞳と,と入籍。同年12月1日に、ハワイで挙式した。2011年から、小松は愛犬団体である。 ワンラブへの賛同企画として、プロ野球公式戦において、独自のルールによって決められた金額により、愛犬団体への寄付を開始した。小松は、人にも犬にも夢を与えていきたい。野球選手であり、愛犬家の自分ができることを、思いっきりやってみたいと思うんです。と話している。しかし、2011年は1試合のみの当番であった。ため、 計算上の寄付金額はわずか1000円に終わってしまった。2016年1月12日、福岡県北九州市にある JR 九州公式野球部のグラウンドで、白、新田広和、佐野明大、キラとしのりトレーナーら4人で行っていた合同練習のキロで、住宅街の路上でうずくまっていた96歳の女性を救助し、白に電話女性をおんぶして、 数百メートル離れた女性の自宅まで送り届けた。女性は股関節付近を骨折しており、搬送先の病院で治療を受けたが、幸いにも4人の救助が功を奏して、命に別状はなかった。ありがとうございます。